はい、ホーンテッドマンションやっていきたいと思います。ですね、前回死んでしまって、その後なんかの歌歌うところ墓地かなのとこクリアして、もう一回セーブして終わりました。で、なんかちょっとどうしたらいいんだろうと思って、その戦い方というか、まあ私今ほら1しかないしね、残りの残機がいろいろ調べまして、その結果分かったことが、あれみたいですね。なんか制限時間が出てた。ちょ、待って、ダメ、ダメージ受けちゃった。どうしよう。そう、制限時間がね出てたのが、あの時間とりあえず生き残るっていうのがミッションっぽいですね。なんですごいちょっとハードル高いんだけど、来いよ、来るんだよここね、おばさんがね。よしいい。でもね、生き残るっていうのが一番難しいなとは正直思うんだけどね。なんでだからとりあえず出てくるあのなんかでかい、何あれ、よくわかんない生き物をさっさと倒して、で雑魚無限湧きするっぽいんで、その雑魚をどれだけ華麗に倒せるかだよね。そう、結構増えてんの。よー魚、俺の釣りにならないか。そうだな、俺が君だったらそこに一人では行きたくないな。私だって行きたくないのよ。ここから外に出てく人はほとんど見ないね。とりあえず行きましょう。よいしょ、まあ、もし死んだらね、またやり直します。本当に。よし、なんかね、カードを置いといてほしいよね。なんか一番はカードだと思う。うん。頑張るよ。よっしゃ、もう怖いな。大きい音はダメよ。アイテムの場所をとりあえず理解しておきましょう。そことそこでしょ。一旦ちょっと一回マックスにするか、HP。結構あるやん、数。ほら。このやつちょっと飲んどいて。そうだね。とりあえず。走り回る。これ大事よ。走り回る。ただね、いかんせん彼走るの遅いから。愚かな奴に。もしお前がここで生き残ることができれば、お前の言ってるね、生き残れればって、うん、こいつよ、このなんかグレムリンみたいなやつ、こいつを早々に倒す。その骸骨邪魔くせえな、待って、回復量がさ間に合ってなさすぎん。うわ地獄。全然食らわないじゃん。ちょっと雲まで来た、最悪。
やっぱきついねこれ。ちょっと勝てるまでちょっと頑張ろうと思います。もう急すぎて何回やっても勝てないから、ちょっと一回録画止めてやってたらまさかの勝てました。なんだろう、結構ねパターンというか、なんか敵のね優しい時となんか厳しい時との差が結構激しくて、今回割と優しくて全然攻撃してこなくて、一番でかいやつが全然攻撃してこないから、じゃあと思ってひたすらねこれをボーンって打ってた。そしたら勝てました。どこだったっけ、ちょっと砂場所分かんなくなっちゃったじゃん。あ、ここか。かわいそう、こんなとこ歩いてんのね。あんなの戦わされた挙句このさ、ネズミみたいなのが敵じゃなくてよかったとすごく思う。なんかある？やった。HP 結構上限増えたんじゃない？うん。これは何なの？そういうこと。ここにいたの。死亡診断書ゲッツ。お見事、これでついに首切りナイトの死亡診断書の完成。首切りナイトだって怖。あとあんのかな。ないね。よし。もう怖い。このなんかこれバッチ当たりで死んだりしないで。うわびっくりだ。ほんと出てくるタイミング考えなって嫌われるよ。いやだってさっきあんな大変なボス戦なのか分かんないけどあったんだから、ちょっとゆっくりさせてよって思うよね。ん？落ちちゃった。どこ行けばいいんだ。とりあえず、てかここ暗いよね。なんか他の場所ってさ割と戦闘後明るくなるから分かりやすいけど、ちょっと分かりづらいわ。上の段に上がればいいのかな。上に上がるにはここか。よし、だけど8か。あ、嬉しい。うわ、ナイス。最低。いやマジよく見てほしい。私今ゼロなのよって。残機ゼロよ。やっと1。言いたくなる気持ちはすごくわかる。彼頑張ってるよね突然こんなとこ来てさ。やった2だって。嬉しい。え、待って、あれどうやったの。え、むずくない、これジャンプできるってこと。行け。
え？どうやって取んのあれ。でも絶対取りたいよね、やっぱこの残機の少なさ的にも。まだまだだってこれからきっとさ難しいステージあるんだろうなっていう。あ最悪。じゃあちょっと上のやつ取って、ちょっともうちょっと探索します。はい、もうだいぶね何回もやり直したんですけど、やっぱり無理なんだよね。ここが多分一番先端だよね。うん、行きます。はい、行けた。よっしゃ。でここですね、行きましょう。よしよし、ちょっと壁近くない？びっくりする。あ、待って、まだ12体しか集めてない。なるへそ？ダメじゃんまだ帰っちゃダメじゃん。帰りたかったのにどこにいるの？あと12体の人たち。ここ暗いからさ、探すのも結構大変よ。下にいたりすんのかな？いますか。そうだよね、ここから先なんて多分ないもんね、よく考えてみれば。ダンジョン的にはで、また戻る感じでしょ館に。うん上だけ？でも上結構全部見たけどな。こういうとこに実は。でも確かあれだよね、いるやつは揺れてるもんね。揺れてるの一個もないから。すごい地味な回ですよ。すいません、ほんと。あ、嘘。私はまだランタンを探している。同時に査問を行い、教団をより効率的に再編した。私に逆らう者は省いたが、我々の古代の書物に書いてある知恵を使って、私は生きる者が見たこともないような者たちで失った数を補充するみたい。なんかこんなとこにねあったので、あと6までとりあえず今来ました。結構ね見てないとこあったわ。待ってよ。そっち行って今1個あったから、次こっち行くか。あと6でしょ？上じゃないかな？多分上な気がする。よいしょ。そしてね、雲が出てきてね、またね。非常に不愉快でした。非常に不愉快でしたっていう。いないかな。でもやっぱこのね、棺っぽかったわ。やっぱり、あとの6体も。こんにちは。こんにちは。いた！え？オッケー！やりました。よしよし。405。確か999体集めるのが目標だったはずだから、まあ、結構来たんじゃないかな。うん。よしよし。やっと出れる。あと500？ 500。
何体？ 590 体ぐらい？ 94？ そう思うと多いな。ここの敵出てきたりとかしないよね。嫌よ、なんかそんな。帰るのこっちか。一応ちょっといつでも撃てるように構えとこう。怖い。このゲーム意外とあって、ほら帰り道に出てきたりするじゃない、平気な顔して。400で入れるようになるとかあったかな。どうだろう。怖い、あんたたち本当。いや、こんなにでもね、苦戦するとは思ってなかった。うん。なんだろう、自分ね、やっぱね、アクションゲーム、下手さ加減に割と絶句だよね。本当に下手なのよね。さあ、出てくるよ、これ。すぐババ出てくるからね。次雲出てくるから、あ、待って、そこになんか入ってないとこあったよね、多分。ババアのせいで今びっくりしてあれしちゃったけど、ここ525までだいぶ先だね。来るなら来な雲が来るはずなんだけど、あれ？ほい。うぅ。軽やかな倒し方。びっくりしたもん。最悪、ほんと。こうなんかどうでもいいところでダメージ受けると結構ショックよね。そしてやっとセーブできる喜び。はい。よし。で、ちょっと、怒るよ。ここいるのよね。いや来いよこっち。OK。 いや本当に今さ、しょうもないとこでダメージ受けすぎだよね。うん、もう真ん中歩けばいいんだよ。そうなんだよ。これ？これだ。うん、びっくりした。最低だよ、本当に。こいつ。最低。ムカつく、今一番びっくりしたかもしれない、このゲームで。くそ。すでに一番嫌いな敵になったかもしれない。なんか雲がずっと嫌だったの、やっぱり。鬱陶しいし、あと、なんか、骨投げてくる人とかね。え、何？汚っ。大丈夫？ここ何すればいいの？ここ、物事が不気味な熱を帯びてきたら、二つの世界の間を行くしかない。どういうこと？不気味な熱？不気味な熱とは。うわー、待って、お前いんのかい。普通に出てくんのね、こいつ。うわ、こいつね、効かないのよ、普通の弾は。うざいうざい、お前邪魔よいしょ、ういえ、ふう、きつい。なんだあれ、回復量がもう少ない。うん、しょうがないわね。
はい。なになになに、お前らか。お前らならいいわ、全然怖くない。うえうえ、煽りだよね、もはや。よし、なんだこれ。どこが開いたの？え？びっくりした。どこに今何が飛んでいった？大丈夫？これだけだもんね。ん？これしかないのか。あ、これか。違うわ、これ別に何でもないわ。ん？熱をなんちゃらで、かんちゃらでって出てるね。待って、これ上がりたい。え、これどうやって上がるの？めっちゃ上がりたい、切実。え？え？上に上がりたすぎる。てかこれぐらいはなんかさ、手使って上がってくれと思うよね。うん、ここからか。よいしょ、あれ、よいしょ、こういうことね。いや待って。びっくりするね、これいけないのよ。ほらほら、何だったの？こっちでもないもんね。マダム、行くところがありません。マダム、ちょっと情緒不安定のおじさんになってるから、冷静に行こう。こうね、こうこう。あ、いけた。え、でも向こうにもあるんだよね。で、マダム。どこに私は今から行けばよろしいんでしょうか。っていう質問だよね、こんなのね。ん？まあ、それは取ったでしょう。こっちにもあるっぽいのよね。これか？これすごいなと思う。このお皿とか触れた時にちゃんとカチャッと音がするのすごいよね。回復アイテムはまあ今はいらんか。さあね、今いらんね。そんなもん？これが何なのかだよね。物事が不気味な熱を帯びてきたら、二つの世界の間を行くしかない。二つの世界の間？いや、絵じゃないんだもんね。でもいつもみたいにさ、いつもというか絵とかのギミックから入っていったりするのかなと思ったけど、そういうわけでもない。うん、今回ガチでむずいぞ。いや、いつもむずいんだけど。怪しいものいっぱいあるのよ。あ、もしかしてこれ燃やすのかな。ふん、関係なかった。関係ないね。おい、
で今カンカンって言ってる。あれは関係ないのかしら。なんか分かった。これもしさ、あれじゃない、上とかに何かあるんじゃない。ほいほいほい、なんかある。でもなさそうよね。ここってこんな積むところなのかしらね。あのなんかあそこにある絵怪しくない？でもあの絵には触れられないよね、さすがに。そうだよね、あの矢触れれないから。よいしょ。あ、こっち行けた。あ、行けた行けた。これか。なんだ、おお、開いてる。ゴー。うわー、こういう、そういうこと、裏世界って。うわ、こっちのが嫌なんだけど。うわ、虫いる。なんでその虫ターゲットに入んないの。で、何をターゲットしてる今。びっくりする。オッケー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 。え、これ無限巻きとかじゃないよね、大丈夫。嫌だよ。うわ、これ画面よ。やってる私が画面用もん。なんだこれ、埋まっちゃった。いや、何これ、どこ行けばいいの。すごい気持ち悪いんだけど。あ、これで取れるんだ、なるへそね。裏世界来て何かあんのかな。そこよね。なんか別にその向こうの世界と変わってるところってこれ？これは何？開くわけじゃない気がしないのか。回復アイテムはちゃんとここにあんのね、けどとこ。それこそこの絵編のさ、絵とかをさ、チェックするんではないの。出てくるの裏。これが開くとかそういうこと？え、何の音今の。え？いや、ダメでしょ。一回廊下出ちゃダメだよね、多分。これで現実に戻ったらいいんじゃない。どう、このひらめき。全然ひらめいてないんだけど。そういうこと、裏とあれがリンクしてるんだったら関係なかった。
何だったの、さっきヒュンって動いていったやつは。あれの正体がいまいちわからない。おい、何の音今の、大丈夫、なんでまた虫いんの、なんでまた虫いんの。これ何、向こう戻っちゃうと虫は無限湧き。オッケー、オッケーじゃない、下に落ちた虫は正直どうでもいいわね、うん、他に待って、他にじゃ絵ない、それちょっと思った、わざわざこんなんあんのよ、どっかに。ん？なんだ？あ、なるほど、これか。そういうことね。待って、戻っていってるよ。これ、もしかして時間制限系？急いで表に行って、よいしょ。で、急げ急げ急げ。走るのが遅い。入れた。オッケー。え、何あんた。ちょっとやめてよ。え、戦うの？あ、やだやだやだ。いた。ふざけ。やろ。そうだ、動けば避けれるわね。あ、びっくりした。あんた言うほど強くないわよって。うん、結構そんなに強くないぞやっぱり。やっぱおじいさんには荷が重いんじゃなくて。うん、終わった。別に今も優しくなかったじゃないのよ。ねえ、何なのあの人。あの人はあんまダメだね。あの、あんまヴィランとかに入れないよ。なんか、その、私の思うヴィランっていうのの、なんていうの、あれに入れないレベルに、なんか、チャチーはね。今何か飛び出したよね。回復か。よし。どこかな、どこかな。あとはどこかな。全然どこも動いてないよね。いや、いい感じですよ。残機もね、4まで増えたし。この先がなんとかやっていけそうな気がさ、ごめんなさい、割っちゃった。ついに割ってしまったわ、ごめんなさい。ん？あ、これだ。よいしょ。最悪。見た今。普通に敵いたよ。いや、ヒューじゃないの。またあったな、ハロウェイ君。だが今までどこにおった？ほほほほ、君にとってここはアトラクションなのか？なんだこれは。なるほど。わかった。よもや私が忘れるとでも君は思ったのかね？頭が取れているとはいえ、決しておかしくなってはおらぬぞ。
ぞ。しかしだ、戦において目覚ましい活躍を見せた戦士がおるならば、その努力は称えられるべきである。したがって遺跡あるハロウェイ、この死亡診断書を私に届けたという君の偉大なる勇気を称えてだな、君を騎士見習い、そう、それに任命する。戦いといえば君にあげたいものがある。マダム・レオタに渡された秘密のものなのだが、あれ、どこにあったかな。あったぞ、これだ。すごいぞ、この魂の宝石に込められたパワーだ。さあ進むのだ。君はいくつかの戦いに勝ったかもしれぬが、まだ先は長いぞ。おお、いいね、一気に増える。この新しい魂の宝石で早打ちがぐっとパワーアップするわ。今までよりずっと敵を倒せるようになるし、使い勝手もだんだんと良くなるはず。本当？信用するよ。何？は？そっか、いるんだ、まだ。倒そう。わあ、すごい。なんかでも複数体相手にする場合はあんまり、複数じゃなくて1体を戦うときはあんまりだな。よいしょよいしょよいしょ。あ、でも面白い面白い、なんかね、色もついたし。よっしゃー、じゃあね、帰ろう。525、半分いったね。うん、このゲームだいたい半分ぐらいまで今じゃあクリアしたって感じよね。じゃあとりあえず今回はこれでちょっとセーブポイントまで頑張っていって終わりましょう。いや、これでも嬉しいな、3方向に飛ぶの面白い。はいよ。うそ。骸骨も出るようになったよ、ここに。なんか進んだからだ、物語はね。おばさんだけでもしんどかったのに。オッケー、よし。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。この辺りも本当中盤ですよ。はい。次回もね、楽しんでいこうと思います。はい。バイバイ。